こんにちは。今日はコネクターについての動画です。今ですね、オムロンのコネクタ工場にやってきました。鳥取県倉吉市にあります。で、先ほどですね、あちらに映っていた工場の方でコネクターとかスイッチ作っているんですけども、今日はですね、そのオムロンが作っている便利なコネクターですね、どういう風に作られていて、それがですね、どういったところに使われているのか実際に見ていきます。ということで、オムロンのコネクターがどういうふうに作られているのかというのを、この工場の中に入って見に行くわけですけども、その前に今日の主役、こちらのフッシュインコネクターですね。今日はこれを作っていきます。皆さんが想像してたコネクターとどうですかね？ちょっと想像違いますかね？こういうふうに簡単に抜き差しできるんですけども、このコネクターがどういうところに使われているのか。実際ですね、こういった FA 機器のところで、使われることが多いんですけども、このコネクタ、実際 FA 機器どういうふうに電気的に接続するか。まあ、皆さんよく使うのだと、ネジ端子式が多いかと思います。このネジ端子をですね、使う時の工数がもうバカにならないと、ネジを緩めて圧着端子を圧着すると。で、その圧着したものをネジ端子のところに入れると。で、ネジを締める。で、さらにですね、その出荷するときとか検査のときにさらに増し締めすると。で、そういった工程をなるべく減らしたいということで、このプッシュインタンクの監視台というのが最近出てきたわけなんですけども、このオムロンのですね、この新しいコネクタ、その上をですね、さらに行って、このプッシュインタンクの端子台があるんですけど、その端子台とですね、このコネクタの部分が、こういうふうになってるんですね。この端子台から分離できると。これの何がいいか、このネジ端子台のですね、まあ部分があるんですけども、そこをこれに置き換えると。で、例えば FA 機器のユニットがですね、故障したとか、不調だとか、あとは点検の時に変えるってなると、ネジ端子を一回外してやんなきゃいけないんですけども、これはですね、一回配線を挿してしまえば、もうそのままですね、付けっぱなしで OK。で、例えば点検するときには、もともとついてたものを一回こういうふうに外してやれば、配線ついたままですので、実質配線したままユニットの交換ができると。で、またユニットを交換すれば、こういうふうにこれを差し込んでやれば、もう交換完了。ものすごくですね、工数が減ります。でですね、これ実際使ってみるとわかるんですけど、この抜き差しがですね、ものすごく力ほとんどいらないんですね。このレバーをピッてやって押して、で、引っ張ると。すごく簡単に抜けます。これね、初めて触った時、めっちゃいいじゃんとか思ったんですけど、皆さんもどうですかね。ということでですね、次、実際にですね、このプッシュインコネクタを実際に製造してみます。今回はこのプッシュインコネクタが実際にどういう風な構造になっているのか、わかりやすく説明するために、実際にですね、手組みで今回特別に作らせてもらうことになりました。で、これがですね、このプッシュインコネクターの中に入っている部品ですね、ロール状になっています。で、それをですね、こちらの機械にどんどん引き込んでいくと。で、これですね、この中でですね、ちょうどプレスしてガチャンガチャンってなります。で、そのプレスした、出てきたのがこちらですね、見てください。これがですね、実際ソケットの部分に差し込むようになってます。ぼかしが入っていて何のことかよくわからないと思うんですけども、このコネクターの中に使われている電気的な接点、コンタクトと言いますが、この部分を作っています。ここよく見てもらうと二重バネの構造になってます。これがですね、このプッシュインコネクターが抜き差ししやすい理由ですね。構造上しっかり工夫してます。で、これ、実際に、今回はですね、ピンの数、5ピンのものを作っていくんですけど、これを押すと、ここで切断されて出てきます。そして最後、ここで切断されてきたもの、こういうふうに出てきてますが、これを手組みで組み付けていきます。この先ほどカットされたコンタクトの部分にカバーを挿していきます。で、これ触るときなんですけどね、ちゃんと金属部品を触るとき、腐食しないように指サックをね、しっかりとはめていきます。これがね、なかなかつけにくいんですけども、頑張ってつけますと。このコンタクトをジグに、こういうふうに、差し込むと、ギュッと。で、こちらの、青いレバーあるんですけど、これをですね、この押しながら引っ張ると、スッて抜けるんですけど、この部品を組み付けていきます。これがですね、結構、繊細な作業が要求されるんですね。
これがなかなか難しいんですけど、なんかいい感じに差し込んだら、この上からカバーを引っ掛けます。これもね、結構難しいですよ。違うかな。あ、うまく入りましたね。これで奥まで差し込むと、これで完成です。この青色のレバーを組み立てたものなんですけども、このプッシュインの導線が入る部分ありますね。この丸い穴なんですけど、このカバーとですね、組み合わせていきます。これもですね、なかなか繊細な作業なんですけども、こういうふうに合わせて、で上から押すとピッて、で今カチカチって言ったんですけど、この表の部分と、まあ、裏の部分でこういうふうに爪が合わさって、もうしっかりと組み合わさっています。ここまででもうほぼほぼ完成しているんですけども、次に検査工程ですね。これをですね、この機械にセットします。この機械は何かというと、これはですね、耐圧導通試験ですね。この装置の下にこの高電圧を加えるですね、装置があるんですよ。これからですね、まあ、電圧と出てると、でそれで、導通の試験をします。ここにボタンがありますね。これをこういうふうに押すと引き込まれて、でもう導通の試験ができたと。もう一回やります。これをここに挿して、でボタンを押すと、これで完了です。この耐圧導通試験が終わったものがありますが、これですね、次マーキングしていきます。このマーキングする装置あるんですけど、ここに入れて、これをスタートを押すと、そうするとですね、もうなんか中でレーザーを当ててマーキングしてます。これ出てきました。これ見てください。ここにですね、マーキングされています。ちょっとマーキングされていないものと比較しますか。こういうふうにですね、ちゃんとレーザーで刻印されたマーキングですね。これですね、オムロン標準でやってます。でですね、この完成品あるんですけども、これレーザーで印字されててですね、ちょっと一回デモンストレーションするんですけど、この印字されているのはどこにですね、このペルールの端子を入れるかっていうのが分かりやすいと。でこれ引っ張っても当然抜けません。でですね、これ今度抜くときですね、ドライバーをですね、この穴のところに刺すんですけども、この穴にこういうふうに刺してもらうと、でこのですね、一回刺してしまえばもうドライバーですね、抜けないんですね。こういうふうに保持されてます。こういうふうに振っても抜けなくて、でこの配線を抜くんですけども、もう片手で作業できてしまうと。これなかなかいい機能ですね。もう一回いきますよ。これを刺して刺すと、でこの配線をまた抜くときは、でここにもう一回刺して、でそして片手で抜くと、まあこういうふうな割とですね、便利な使い方ができます。もちろんフェルール端子圧着するのは非常に簡単ですし、差し込むのも2秒くらいで終わります。ネジ端子タイプのコネクターと比べるといかに簡単かは、ネジ端子を使ったことがある人なら一瞬でわかるかと思います。そしてコネクターを接続するときはスッと入ります。抜くときもほとんど力をかけずに抜けます。ちなみに引っ張っただけではコネクタ本体は抜けずに、青いレバーを指で押しながら引っ張らないと抜けないようになっています。FA 機器の制御盤でどのように接続しているのか、ネジ端子台を使っていることが多いと思います。今日のこちらプッシュインコネクタなんですけども、フェルール端子を使っています。こちら抜け落ちないか皆さん気になるところではありますが、実際にこちらの振動試験で試してみます。でこのプッシュインコネクタの振動試験なんですけど、この導線が刺さっている部分ありますね。これをですね、ここに取り付けます。でこれ何かっていうと、振動試験をですね、する機械になります。この中にコイルが入っていて、でそれをですね、電磁力で、ここを揺らすようにします。では実際にですね、振動を加えてみます。では実際に振動試験を始めてみます。ここを押すとですね、振動試験が始まるんですけども、見てください。こちらですね、見えますか。これが振動が始まってます。でここにですね、今コネクターに線がつながっているわけですけども、
この振動が加わっている時でも、この電気的な接続が切れていないかというのをですね、ここで確認します。で、これですね、だいたい 10Hz くらいから、500Hz くらいまで、この振動が加わっているわけですけども、この振動試験2時間やるわけですね。非常にですね、過酷な試験になっています。振動試験の他にも、こういったですね、年会試験というのもやります。見てください。ここ、スイッチを押すと、こういうふうに回るんですけども、これ今何やってるかっていうと、ちょっと一回止めますね。これ、ここに、プッシュインコネクターの部分があるんですけど、ここにですね、導線を挿しますが、その導線がねじれても、この抜けないというのを確かめます。もう一回いきますよ。こういうふうにですね、導線が接続されてるんですが、これがくるくるくると回して、この年会試験というのをやります。年会の試験をやってるんですけども、皆さん実際に使うときにですね、もうちょっと激しい感じで、この引っ張るっていうのをですね、実際見てみたいんじゃないかと思います。ですので、こちらに重りを用意して、これ結構重いですね、4kg。ある重りなんですけども、これにですね、実際に引っ掛けてみて抜けないかを試してみます。で、このプッシュインコネクタにですね、導線を挿して、これ結構簡単に入ります。で、この 4kg の重りに引っ掛けて、ちょっと実際に抜けないかを試します。いきますよ。こういうふうに。はい。こういうふうに引っ張っても、全く抜ける気配はありません。というわけで、このプッシュインコネクターがどういうふうに作られて、そしてこれを使うとどういったメリットがあるのかというのを追ってきました。いかがだったでしょうか？これ欲しくなりませんか？もしですね、これをぜひ使ってみたいという方いらっしゃいましたら、概要欄にあるリンクからサンプル品請求できます。ぜひこちらのプッシュインコネクター使って整備、補修、点検のですね、効率をアップをしてみるというのもいいかと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。最後にもう一つだけ紹介させてください。今日見てきたコネクタ以外にも、オムロンでは電気の接続の工数を削減する、いわゆる楽々コネクタをたくさんラインナップしています。接続というのは時間のかかる作業です。そこにかかる時間の無駄を削減する楽々コネクタ、概要欄の方からチェックできます。